メスラップバトル強そう。わかんないよラップ。いや、お前の頭はピークフローみたいな。そんな感じでしょ。わかんないけど、全然わからん。ラップ無理。あ、韻踏まないといけないんだ。韻を踏めばそれはラップ。おー、で、ヘアのアンダーヘアみたいな。そういう系でしょ。でも、あ、違うの。楽園ベイベーとか知らねえよ。誰の曲だよ。知らないよ。あー、買って終わりにしたいな。買って終わりにしたい。YO! 派手な決勝、俺と決闘、夏とパッション、ペイアテンション、文句のないシチュエーション、焼けた後と身がモチベーション、一か八か花でも咲かせてみませんか、皆さん。わあ、危ねえ、危ねえ。あここ通らない。いやー、いいね、エリクセン最高。いや、ちょっと無理しない、慌てない。お、いいぞ。あ、来た、抜けたわ。はい、完璧だろ。おお、しゃべ、よし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 、 OK。 レモンとか歌知らねえよ、誰だよ。知らないです、レモンって何。よしよしよし、 OK、 気をつけろ。ちょっと試合に集中させて、マジで無理だから。ちょ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 、 OK。 うわトラップする、いけたわ今。来たんじゃない。うわ、えぐい。うわ、惜しいよしよしよし、前歯。やばくねこれ。うわマジか、コーナーで決められるとか。うわマジ超なやるな。夢ならばどれほど良かったんだろう。マジかよ。夢ならばどれほどよか、おらよっしゃー、だぜアン取る、ナイス。はい、来たー。せっ、えっ、おー、ピーケー、はーい、チーパー、あー、ピーケーだ。俺がいつもこっちにばっか蹴ると見せかけて、こっちと見せかけて、実はこっちと見せかけて、こっち。はい、天気オッケー、よし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 。さあ、どんどん追加でいくよ。大丈夫だよ。裏だけ気をつけて。おい、裏だけ気をつけて。No way。よしよし、ちょっと集中。はっ、怖い。お、ナイス。はっはっ、危ない。危ないよ、グルービー。おお、お、もめがまわる。おっけ。おお、おお、やばいよ、ミッキー。おお、危ないね。はい、うらうらうら。よしよし。さあ、お相手さん、余裕こいてるつもりだが、実はパスコースがないんだ。俺には気づいてんだな。お前の深層心理が。終わりだよ。俺の勝ちだ。僕の勝ち。おお、いたいたいた。おえー、こっち切り返す。いや、読んでたぞ。はい、詰めろ詰めろ。ナイスナイスナイス。あ、来た、これ来たわ。はい、ありがとう、来たわ。あ、マジで来た。おい、来たよな。おし、来た。はい、来た。セキュー！おいー！これやばい！これやばい！助けて、誰か！助けて！終わる！終わるよ！危ねえ！ちょっと、依然P
ピンチ。危ない危ない危ない。マジ終わる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 。うそー、危ない。超危ねえ。本気で危ない今の。よし、落ち着いて。はい、大丈夫。俺に分がある、この勝負。なんだそのパス。おおだだだだ、おおだだだだ、来ただろ、さすがに。あっ、やった。PK だよねこれ。はぁ、中だろ今の。おえー、マジで中でしょ今の。おい、どうしよう、動かすかな、お相手さん。動かしそうだけども、ちょっとこっち狙うか。あ、強い。あー、くっそ。いやー、やっぱニアの方が良かったな。いや、動かしそうな要素あったな。よし、大丈夫だよ。予言しよう、この試合俺が勝つ。はい、見ててくれ。勝つと信じたもののところ、あ、なんでもない。マジかよ、無理。もう終わろう、もう終わろうよ。あれ PK だよな、あれ完全に。ちょっと保存してみようぜ。いや、あれ PK でしょ、完全に PK だと思うよ。ちょっと見ようぜ、 VAR 完全に。絶対 PK だと思う、あれ。うん、見よう、検証検証。いや、マジでこれエリア内の可能性あるからね、本当に。いや、ワンチャン PK だよ、本当に。現実7とかじゃなくて、これこっちでも。え、中だった気がする、普通に。ちょっと待って、どこだ、まだか。あれ、うわー、出たわ。うわうわうわ、出た出た出た。おい、出たぞ。おい、隠蔽だ、これ隠蔽体質だ。うわぁ、これはこれは隠蔽だ。おう、恐れ入ったぜ、まさか隠蔽されるとは。これ隠蔽だぞ、マジで。おえー、おい、隠蔽されてる。ちょっと待って、じゃあビデオクリップで確認しよう。いや、ちょっとね、見づらいけど、ビデオクリップ見よう。いや、これもう本当にね、ちょっと俺、逃がさないよ。うん。逃がさない、逃がさない。隠蔽させない。闇に葬らないよ。はい、見て見て。さあ、問題のシーン行くよ。中だろこれ。中じゃない、これ際どく。外かな、これ際どく。中じゃないこれ。線の上だと外になる。接触した瞬間の部分の位置。あー、だから左足は左足なんだけど、左足のかかとが線にかかってるから PK じゃないと。あ、ゴールと一緒で完全に超えるまで。へー、ためになるねー。コナミさんに謝れ。この度私メッスは今回のファールが PK だと騒ぎ立て、コナミに隠蔽されたと虚偽の発言をしてしまいました。精査した結果、左足のかかとがライン上にあり完全に超えてはいないということで、
PK ではないという判断になりました。この度は疑ってしまって大変申し訳ありませんでした。知ったこっちゃねえよ、んなもん。そんな細けえルール知らねえよ、にわかだから。